どうも酒呑童子です。誰かに話したくなる偉人の失敗談をご紹介する偉人だって人間だもの。本日ご紹介する偉人は小野妹子さんです。偉人だって人間だもの。小野妹子といえばご存知の通り、607年に遣隋使として中国に渡った人です。隋の皇帝煬帝に聖徳太子が書いた手紙を渡したところ、非いずるところの天使、書を非没するところの天使にいたすと書いてあって、それを見た煬帝にめちゃくちゃ怒られたと教科書には書いてあります。私が子供の頃は中国のことを非没するところと言ったので怒られたというふうに習いましたが、近年の研究によると、日本ごときが俺と同じ天使を名乗るなんて千年早いわっていうことで怒ったらしいです。この頃天使という称号は中国の皇帝しか名乗れない特別な言葉だったんですが、聖徳太子は日本は中国と対等なんだっていうことをアピールするために怒られるのを覚悟で推古天皇のことを天使って名乗ったんです。でも実際に手紙を渡した小野妹子にしたらたまったもんじゃないですよね。一つ間違えれば殺されてもおかしくない状況でしたが、うまく取りなしたようです。煬帝は推古天皇宛に手紙を書き、日本に使者も送っています。こうして日本は中国と対等な関係を築くことができました。そういう意味では小野妹子は超優秀な外交官です。しかしそんな小野妹子だって人間だもの。煬帝との交渉を終えてほっとしたのか、その後にとんでもない大失態を犯してしまうんです。ここで問題。煬帝との交渉を終えた小野妹子が犯した大失態とは一体何でしょうか？それでは正解。煬帝との交渉を終えた小野妹子が犯した大失態とは、煬帝から預かった手紙をなくす。相当やばいです。当時世界最強とも言われた中国からの公式文書をなくすってありえない大失態ですが、なぜかお咎めはありませんでした。これには諸説あるようですが、一説によると本当は手紙をもらっていなかったんじゃないかとも言われています。でもそう言っちゃうと推古天皇のメンツが丸つぶれなので、なくしてしまったと嘘をついたというんです。もしこれが本当だとしたら、命がけで天皇のメンツを守ろうとした小野妹子ってすごい人ですよね。ところで小野妹子はこの後どんな人生を送ったのかというと、京都の六角堂というお寺の初代住職になるんですが、このお寺生け花発祥の地と言われていて、生け花は小野妹子が花をお供えしたのが起源とも言われています。今も続く加藤家元の池の坊って代々この六角堂の住職さんが務めているんですが、小野妹子は初代池の坊でもあるんです。というわけで、偉人だって人間だもの、次回もお楽しみに。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。